ヤンキースとの3連戦で、ドジャースの外当てて、オスカー・ヘルナンデスは、3本のホームランを記録しました。ヘルナンデス選手は、シーズン終了後も、ドジャースに残りたいと望んでいることを明かしました。試合後のインタビューで、テ・オスカー・ヘルナンデス選手は、ブルージェイズ時代と、現在のドジャースでの違いについて、感想を語りました。彼は、ここでは、経験豊富な選手たちから、多くのことを学びました。トロントにいた時は、これほど多くのことを学ぶ機会がありませんでしたと話しました。 ヘルナンデス選手はまた、大谷翔平選手、フレディ・フリーマン選手、ムーキー・ベッツ選手などの MVP チームメイトへの敬意を表しました。彼は、私は彼らがやっているすべてのことを真似しようとしています。彼らの準備の仕方、クラブハウスやバッティングケージでのやり方、フィールドでの動き方。彼らのキャリアの中でやってきたことは、素晴らしいと語りました。私は彼らから学び、それを自分のキャリアに取り入れて、同じような結果を達成したいと考えています。 ヤンキースとの3連戦では、大谷選手、フリーマン選手、スミス選手は最高のパフォーマンスを見せることができませんでしたが、テオスカー選手は困難に直面している選手たちを見事に補いました。チームメイトがホームランを打った時、彼はいつもひまわりの種をまいて祝賀会を開き、チーム全体に活気を与えます。以前、彼がブルージェイズやマリナーズでプレーしていた時は、彼のことをあまり知らなかったのですが、彼は素晴らしい人格を持った選手です。 ドジャースは本当に素晴らしい選手を手に入れました。ドジャースが彼との契約を延長することを願っています。今年、ドジャースは大谷選手、山本選手、グラスナウ選手、ヘルナンデス選手などの優れた成績を持つ選手たちでチームを強化し、期待通りの活躍を見せました。ヘルナンデス選手は現在、5番目または6番目の打順で打っており、チームの得点力を大幅に強化しています。テレビで見ていると、テオ選手は特に重要な場面での強さが印象的です。 彼は5番目または6番目の打順で打っているので個人成績も向上しています。このシーズンは彼のキャリアの中で最高のシーズンになる可能性があります。ドジャースは現在チームの若返りが必要な時期にあり、クラブの決定は非常に重要です。彼らは将来有望な若い選手たちを育成することに重点を置くでしょう。ヘルナンデス選手がこの調子を維持し多くの成果を上げてチームに止まることを期待しています。 それでも、私はドジャースが手を選手を確実に保持すると考えています。彼は打撃能力で、ベッツ選手とフリーマン選手に次ぐ、チームで2番目に重要な要素です。私たちがさらに必要なのは、良い打撃を持つ下位打線で、第3の攻撃ラインとして機能することです。さらに、ドジャースには、チームの雰囲気を盛り上げる選手も必要です。楽しい雰囲気を作り出す能力を持った人が、非常に重要で、もちろんテオスカー・ヘルナンデス選手も、3日間の連戦で見せたように、 強力な存在です。彼は本当に見ていて、楽しい選手であり、多くの喜びをもたらします。テオ選手は、ホームランを打った選手を、いつも笑顔で迎え、とても親しみやすいです。大谷選手とのインタラクションビデオでも、彼はいつも良い印象を残しています。現在の成績に照らして、一時的ではあっても、今後数年間の契約を再検討すべきではないでしょうか。一年契約を結んで成果を出せば、長期契約を結ぶべきです。 ヤンキースとの連戦では、彼がチームの成績に最も貢献した選手であると言っても過言ではありません。過去には143試合で32本のホームランと116打点という印象的な成績を収めたこともあります。彼が今後も努力を続け、ドジャースを成功に導くリーダーの一人となることを期待しています。ヘルナンデス選手はチームの MVP トリオを常に尊重し、自分の役割をしっかり果たしています。彼は情熱的で楽しい雰囲気を作り出し、 さらに礼儀正しい紳士でもあり、彼を代わりのきかない選手にしています。チームが彼との契約を延長することを願っています。ヘルナンデス選手は、今シーズン1年2350万ドル、約34.6億円の契約で、ドジャースに加入しました。彼は、シーズン終了後にフリーエージェント、FA になります。しかし、テオは常にドジャースに長く泊まりたいという願望を示しています。 彼は頻繁にチームを変えたくないことを強調し、安定性と一つのチームで持続可能なキャリアを築きたいという願望を示しています。ヘルナンデスはドジャースにいることで快適で幸せを感じており、この要素は彼のプレーのパフォーマンスにポジティブな影響を与えるため非常に重要です。来シーズンもドジャースでプレーしたいという願望はチームの能力に対する信頼とチームの成功に貢献したいという意欲を示しています。 ヘルナンデスと大谷は特別な関係を持っており、しばしばフィールドで一緒に話したり、ふざけたりしている様子が見られます。彼らの友情の中で最も記憶に残る瞬間の一つは、大谷がドジャースに移籍して、初めてのホームランを打った時です。ヘルナンデスは、ひまわりの種を投げて、熱心に祝いました。この行動は、単なる楽しいジェスチャーだけでなく、大谷の成功に対する、ヘルナンデスの敬意と支持を表しています。 それは、彼らが単なるチームメイトではなく、思い出深い瞬間を共有し、互いに喜びを分かち合い、応援し合う真の友人であることも示しています。ヘルナンデスと大谷の友情は、チームのポジティブで団結した雰囲気の形成に寄与しています。選手たちが良好な関係を築いていると、チームワークやコミュニケーション、理解が容易になります。これは、各ポジションと戦術の緊密な協力を必要とする野球において、非常に重要です。 現在の計画に加えて、ヘルナンデスは引退後の計画についても語りました。彼は、私は家族が大好きで、子供たちと過ごす時間を持ちたいです。野球は、家族との貴重な時間を奪いました。私がプレーを終えたら、3年、4年、5年かわかりませんが、家族のそばにいるつもりですと語りました。6月7日から9日までのヤンキースとの連戦で、ヘルナンデスは素晴らしいパフォーマンスを見せ、3本のホームランを含む、1本のグランドスラムを打ちました。 その結果、彼はナショナルリーグの週間最優秀選手に選ばれました。グランドスラムはすべての類にランナーがいる状態でホームランを打ちチームに4点をもたらす野球で最も劇的な瞬間の一つです。この打撃を成功させるためにヘルナンデスは状況の緊張に対処することから相手の投球を読み理解し反応することまで多くの課題に直面しました。経験と技術を持つヘルナンデスはこの瞬間の準備ができていました。 ボールが投げられると、彼は慎重に観察し、打撃の準備を整えました。彼の技術と力は、強力なスイングを行い、ボールを遠くに飛ばして、スタジアムのフェンスを越える際に、完璧に発揮されました。ボールが飛んでいくと、観客席からの拍手と歓声が響き渡り、ヘルナンデスの印象的なグランドスラムを称賛しました。ヘルナンデスのグランドスラムは、試合の流れを完全に変えました。それ以前は、両チームの点差が接近しており、試合はかなり均衡していました。 しかし、グランドスラムは、ドジャースに貴重な4点をもたらし、安全なリードを確保し、チーム全体の士気を高めました。ヘルナンデスのグランドスラムは、偶然ではありません。そのような打撃を成功させるためには、打撃技術、集中力、および状況を読む能力の完璧な組み合わせが必要です。 ボールが投げられると、ヘルナンデスは速度、角度を評価し、迅速かつ正確に反応することができました。ヘルナンデスの打撃における重要な要素の一つは、スイングのコントロールと力です。彼は、単にボールを打つだけでなく、自分の打撃が、フェンスを越えるのに十分な力を持っていることを確認しました。これは、かなりの筋力と、繊細な打撃技術を必要とします。その協力で、価値のある打撃により、テオスカーは、週間 MVP にふさわしいです。 現在、ヘルナンデスは合計16本のホームランでナショナルリーグの2位に立ち、大谷翔平を上回っています。また、今週唯一の10打点を記録し、オプスも1.389でリーグ2位にランクされています。アーロン・ジャッジはホームランランキングのトップです。直近6試合で、ジャッジは20打数10安打、3本のホームラン、12打点、打率500、出塁率630、超打率1.200、OPS という驚異的な成績を収めました。 現在、ジャッジは24本のホームランで、他の選手を大きく引き離し、ランキングのトップに立っています。彼は2022年に記録したアメリカンリーグの記録、62本のホームランを破るペースで進んでおり、今シーズン58本のホームランに達する可能性があります。先週は、アーロン・ジャッジとテオスカー・ヘルナンデスの素晴らしいパフォーマンスが見られ、両選手がチームに多くの重要なポイントをもたらしました。 ジャッジは驚異的なホームランを放ち、メジャーリーグベースボールの歴史の中で最も強力な打者の一人であることを証明し続けています。一方、ヘルナンデスはドジャースで急成長するスター選手であることを証明し、印象的な得点能力と安定したパフォーマンスを見せています。テオスカー・ヘルナンデスはフィールドでの目立った成績だけでなく、素晴らしい友人であり、チームの積極的なメンバーでもあります。彼がドジャースに泊まりたいという願望は、 キャリアを続けるだけでなく、貴重な関係を維持し、チームの成功に貢献するためでもあります。彼の家族やキャリアについての話は、彼が情熱的で、先見の名を持った人物であることを示しています。ヘルナンデスの存在は、今後もドジャースに、多くの喜びと成功をもたらすでしょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で、話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。